玉かは、源氏物語の巻名の一つ。第22条。夕顔の娘、玉かの半生を中心に描かれた巻。巻名は光る源氏が読んだ和歌、恋日渡る実はそれなれど玉かいかなる筋を、尋ねきタンラムにちなむ。なお、玉かより、 秋柱までの十条を玉かずらを主題とした、ひとまとまりの物語であるとする立場からまとめて、玉かずら十条と呼ぶこともある。源氏物語に登場する架空の人物の通称、頭十中条と夕顔の娘、光源氏35歳の3月から12月。夕顔の維持玉かずらは、母の死後、4歳で、奪い家に伴われて、畜へ下国し、 ウバの夫太宰イ小児が死去した後上京できぬまま、すでに20歳になっていた。その美貌ゆえ求婚者が多く、ウバは玉カズラを自分の孫ということにして、病気で結婚できないと断り続けてきたが、中でも有力者である日後の豪族大武官の強引な求婚に困り果て、ついには、次男、三男までもが大武官に味方し、ウバ一家は二つに分裂。 長男の文五助に諮って、船で刑に逃げ帰った。しかし刑で母優雅を探すあてもなく、神仏に願掛けし、長谷寺のご利益を頼み三刑の旅に出たが、椿市の宿で偶然、元は優雅をの次女で今は源氏に仕えるウコンに再会した。ウコンから、源氏の大臣が自分のことのように心配して探している。 と知らされ、夕顔が亡くなった時の行き札を聞いた奪ば一家は、驚く。右近の報告に、源氏は玉かずらを、自分の娘という触れ込みで六条院に迎え、花散る里を貢献に、夏の町の西の体に住まわせた。文後助は六条院の家臣になり、これで妻子を呼び寄せることができる。と安堵する。年の暮れ、源氏は、紫の上と共に、女性らに送る正月の晴れ着選びをした。 玉カズラは、カシラ中将とユーガオの間に生まれた娘で、幼名は、ルリ君と言った。母ユ顔ガオは、カシラ中将の制裁に脅され、姿を隠していた時に源氏と出会い、王政の途中に、不慮の死を遂げる。しかし、ウバたちにはそのことは知らされず、玉カズラはウバに連れられて、九州へ流れる。そこで美しく成長し、土着の豪族大武漢の熱心な求愛を受けるが、 これを拒んで問え状況。長谷寺三景の途上で偶然にも夕顔の次女だった、右近に再会、その紹介で、源氏の邸宅、六条院に幼女として引き取られることとなった。源氏の弟宮である蛍兵部教宮をはじめ、ヒグクロ、柏木など多くの金たちから、血相分を送られる。源氏の放った蛍の光によって蛍宮に姿を見られる場面は有名。 行行で模擬を済ませ、実府内大臣との対面を果たす。冷静三角へ生児としての受代が決まるが、出資直前に、髭ゲクロと突然結婚。その後、髭ゲクロとの間に男児、大君、中の君を設ける。田舎での追い立ちながら、母よりも聡明で美しく、出所身体や人への対応の見事なことよと源氏を、感心させた。玉かずらとは、毛髪の美生児。毛髪は、 自分の意に反して伸び続けることから文学では古来どうにもならないこと運命を象徴する。源氏物語に登場する玉カズラも数奇な運命と自らの美しさが引き起こし騒動に翻弄され続けた女性である。また平安時代には長い髪の美しさは女性の美そのものであった。以上のことから玉カズラは作者。 紫式部が物語に張り巡らせた伏線の妙を伝える登場人物とも言える。ありがとうございます。